行政事業レビューは各府省自らが自律的に概算要求前の段階において原則すべての事業について予算が最終的にどこに渡り何に使われたかといった実態を把握しこれを国民に明らかにした上で外部の視点も活用しながら過程を公開しつつ事業の内容や効果の点検を行いその結果を 予算の概算要求や執行等に反映させる取り組みであり、いわば行政事業総点検とも言うべきものである。現在の行政事業レビューは民主党政権に閣議決定された行政事業レビューの実施についてを廃止して、行政事業レビューの実施等についてに基づき実施している。また、補助金や出資等により造成された、 特定の基金を活用し、事業を実施している場合には、当該基金の執行状況等を分かりやすい形で、毎年公表することともしている。各府省が実施している、約5000の各事業について、事業の執行状況や、資金の流れを統一した様式に記載し、公表している。また、独立行政法人に対する、運営費交付金に係る事業については、 運営費交付金にかかるレビューシートとは別に環状単位の財務書表におけるセグメント単位ごとにレビューシートを作成している。各府省は毎年4から6月頃にかけて各事業について予算が前年度に最終的にどこに支出,出されどのように使われたかといった実態を把握し事業の自己点検を行うがこの自己点検のうち 外部の視点を活用して公開の場で行うのが公開プロセスである。公開プロセスでは6名の外部有識者が事業を担当する部局と議論し、その模様をインターネット制中継等で公開する。議論の結果は外部有識者の共通意見である取りまとめコメントとして課題や改善点が取りまとめられ、各府省はその内容を次年度の予算の 概算要求に反映される。各府省が最終公表した行政事業レビューシートをもとに内閣官房行政改革推進本部事務局で点検の内容、結果の妥当性を精査した後、さらなる見直しの余地がある事業を対象として行政改革推進会議のもと、秋のレビューと呼ばれる公開検証を実施するもの。2016年には、 初の地方開催として大阪レビューを大阪大学で実施した。行政事業レビューは日本国の各府省に設置された予算監視、効率化チームが各府省における予算の執行状況について外部の視点を入れて自己点検にし公開の場で検証するものである。別名国丸ごと仕分け。国家戦略局が 予算編成等のあり方の改革についてに基づき予算監視、効率化チームを各府省に設置を要請、その指針を示した。予算監視、効率化チームは事業の支出先や指導を把握し予算が効率的に使われているかを自己点検する。また行政刷新会議がレビューの手順、内容等につき各府省に 基本的なルールと枠組みを示すとともに、レビューの活動の随時チェックを行う。事業仕分けが2009年11月に予算削減を目的として行われたが、予算査定の段階で削減努力をしても、その前の予算要求の段階から十分な検討、見直しが行われていない場合には限界があった。また仕分け対象とすることができた事業数もわずかであり、 仕分け結果を類似事業に派生させる横串の効果も期待されたものとは遠かった。そこで行政刷新会議国家戦略局は行政事業レビュー予算監視効率化チームにより各府省が予算要求段階で所管事業の予算を見直すこととした。行政事業レビューは各府省における事業仕分けの内製化定常化というべきもので 各府省が率先して予算の支出先やシッ等について十分な実態把握を行い外部の指揮者等を交えた公開プロセスも含め自ら事業を点検しながらレビューの結果を事業の執行や予算要求等に反映するとともに組織や制度の不断の見直しにも活用する検討結果を翌年度の予算要求に着実に反映させることで 制作のプトツかサイクルにおけるアクション機能を強化する。具体的には、予算監視、効率化チームが中心となって、レビューの対象事業を決定し、事業ごとに予算がどこに渡り、何に使われているかに関して、現場の確認等も含め、十分な把握に努めながら、レビューシートの作成や、自己点検を進める。その過程で、各府省において、 当該対象事業の中から公開プロセスに付することが必要と判断される事業案を選定し行政刷新会議に報告する。公開プロセスはレビュー対象事業の一部についてレビューの内容を公開の場で外部有識者等を交えて検証するものである。外部有識者は予算監視。 効率化チームに参加する外部有識者及びこれと、おおむね同数の行政刷新会議の指名する者が参加する。各府省は外部有識者のために、事前の事業を説明、現場のヒアリング等の場を設けるとともに、その資料要求等に対応する。公開プロセスに付する事業の選定基準は以下の4点である。各府省において行われた公開プロセス以外の、 レビューも中間取りまとめとして、レビューシートを公表、国民から意見、提言を募集し、さらに予算内容の点検を進め、その結果を事業の執行や年度予算の概算要求に反映させる。2010年3月中旬4月5月下旬から6月上旬6月7月8月構成推進体制各、府省における推進体制は以下の構成とし、 全府省統一的に予算監視、効率化チームと呼称する。なお、上記のうち、同等クラスとは総括審議官等を指す。また、各府省の判断により、チーム事務局長をより上位の職位のものとすることができる。特段の自由があり、上記以外の体制とする場合には、国家戦略局と協議の上、定めることとする。チームは、 チームリーダーの参加の下で少なくとも四半期に一回、定例会合を開く。外部の有識者原則として、当該定例会合には、チームの構成員たる外部有識者を参加させる。外部の有識者とは、企業実務家、学識経験者、弁護士、公認会計士、コンサルタント等であって、財務、会計、内部統制、業務効率化等に、 指揮権のあるものを各府省において指名するもの推進実務体制チームの下部組織として取り組みの推進機能を十分発揮できる実務組織を設置する。方針では予算監視、効率化推進グループというが実際の設置にあたっては名称を問わない。予算監視、効率化チームの業務チームリーダー会合当面の間、四半期ない四半期に一度程度。 各府省のチームリーダーの参加会合を開催する。チームリーダー会合は予算執行の状況や予算執行、制度に係る課題認識の共有、解決に向けた意見交換を行うとともに各府省のグッドプラクティスを評価しながら、これを行政横断的に取り入れていくことを目的とする。チームリーダー会合の開催事務局は 国家戦略局で担うこととする。上記チームリーダー会合とは別途必要に応じて各府省横断的な事務レベルでの意見交換等の場を国家戦略局が主体となって設ける。各府省での取り組み状況各府省における行政事業レビューの行動計画。ありがとうございます。